それでは、今日は私からはですね、まずこの高齢者雇用安定法、高齢者雇用安定法と働き方改革関連法のですね、施行にあたって一言述べたいと思います。明日4月1日からですね、70歳までの就業機会確保の努力義務化が始まります。それから中小企業におけるですね、同一労働同一賃金というものも始まります。それから大企業における中途採用比率の公表が義務化されるわけでございます。そういう意味でですね、まずこの60歳以上で働いておられる方のですね、9割近くがですね、今ご希望としてですね、70歳以上まで働きたいと考えておられるそうであります。しかしながら厚生労働省の調査によりますと、66歳以上も働ける企業は 33% 程度ということになっております。この現実とのギャップをどうするかが課題でございます。そういう意味でですね、政府としては今後この好事例の周知やですね、助成金なども活用してですね、支援してもらいたいというふうに思っております。それからもう一つ、この同一労働同一賃金の原則ですね、すでに大企業ではスタートをしているわけでございますが、中小企業ではですね、この内容を知っている中小企業は 63% 程度という調査がございます。また対応方針は未定であるとかですね、それから内容がわからないという中小企業もですね、20% もあるという調査結果であります。そのような意味でですね、改めて中小企業に対してですね、政府からこの周知徹底やですね、それから相談をはじめとするですね、さまざまな支援体制の強化に取り組んでいただきたいと、このように思っているところであります。冒頭、私からは以上です。恐れ入ります。NHK 山田です。よろしくお願いします。今日のごめんなさい、動きのことで受け止めをお願いしたいんですが、野党側がですね、武田総務大臣の不信任決議案を提出する構えです。これに対してはこのタイミングも踏まえて妥当性と与党としてどういう姿勢で臨むか、これは会長お願いできますでしょうか。はい。これは野党のね、ご判断ですのでね、それに対して私がいちいち申し上げることはないんです。そのタイミングとか妥当性とかにつきましては、これは野党の独自のご判断だというふうに考えております。しかし武田総務大臣はですね、やはりいろいろ総務省いろいろ問題がございましたので、それに対しましてですね、大臣として真相究明のためにですね、しっかりとした調査を今進めていただいておりますし、第三者による検証委員会もですね、立ち上げていただいているところであります。いろいろ野党からのご批判はございますけれども、全体としてのですね、総務行政をですね、真摯に取り組んでですね、なんとか信頼を取り戻そうということで懸命に努力されていることは間違いありませんので、私ども与党としてはですね、公明党としてはこれは不信任には当たらないというふうに考えております。はい、
朝日新聞の太田です。話題変わりまして、本日ですね、ジェンダーギャップ指数が公表されまして、日本は120位と前回からほぼ横ばいとなっています。昨年は森喜朗氏の女性蔑視発言以降ですね、日本 のジェンダー平等の膨れが世界からも注目されるようになりましたが、この結果をまずどうご覧になりますでしょうか。はい、120位というですね、ジェンダー平等のね、やはりこの遅れというものはですね、私は深刻に考えています。これは本当に憂慮すべき課題でありまして、まあ、何とかしなければいけないというふうに思っているところであります。さまざまなですね、分野もございますけれども、根本的にね、やはり日本人全体のですね、やっぱり意識改革が私は必要であるというふうに思うんですね。男女平等であると。で、やはり男性だけではなくて、女性の多様なですね、ものの見方やですね、感性、意見というものをですね、やっぱり取り入れていくことが非常に私は大切であると、極めて重要であると思っておりまして、日本のイノベーション、新しい発展のためにはですね、女性の皆さんの意見をもうやはりどんどん取り入れてですね、そしてまた、本当の真の意味でのですね、男女平等を確立していかなければいけないと、このように強く思っているところでございます。その上で今回 その120位という数字に至る理由としてですね、政界のところ、ポリティカルエンパワーメントの部分で147位とかなり足を引っ張った形になっています。公明党の方に目を転ずるとですね、常任役員会では女性が1人だけであったりとか、衆参合わせた女性議員の数も9人にとどまっています。今回のこうした順位を受けてですね、今後党としてジェンダー平等にどう向き合っていかれるおつもりであるか、お聞かせいただけますか。はい、147位全体としてですね、そしてまた我が党としても今ご指摘がありましたけれども、責任の一端を感じているところであります。その上で我が党はですね、地方議員の皆さん合わせればですね、女性議員比率は3割を超えております。今後ですね、国会議員につきましてもですね、やはりなんとかですね、この数値を上げていくようにですね、努力したいというふうに考えているところでございます。はい、テレビ朝日の車です。話題変わりましてですね、今の与野党の国会議員で中国によるウイグル族などへの人権侵害に対して国会で非難決議をするというような動きがあるんですが、これに対する公明党の取り組みといいましょうか、今後どのようにしていくかお聞かせください。はいはい、やはり、この人権というのはですね、人類の普遍的価値であります。そういう意味でですね、やはりもしも人権弾圧がですねあったとすればですね、これは当然非難されるべきものであるというふうに考えております。今後ですね、また超党派でですね、議論がいろいろなされると思いますので、それは我が党としてはですね、積極的に検討していきたいというふうに思っております。すみません、たびたび NHK 山田です。まん延防止等重点措置についてお伺いします。はい、大阪府の方で今日にも正式に、政府に対して要請する動きがあります。この制度の活用について、スタンスとしてどのように受け止めてらっしゃるか、お考えをお願いいたします。はい、やはり大阪の状況をやはり大変心配をしております。第4波にならないようにですね、やはり私は先手を打って対応していかなければいけないというふうに思っているところであります。その意味で、まん延防止等重点措置
というものが今検討されておりますので、ここはぜひですね、そういう措置もですね、積極的にですね活用していくことが肝要なのではないかなというふうに思っているところであります。すみません、読売新聞の土井です。ちょっとまた話題変わって国際問題の関係なんですけども、先日竹内政調会長ツイッターでですね、ミャンマー問題に関してその国連安保理は人権弾圧が明白なミャンマーに対する非難と制裁決議を早期に行うべきだと投稿されてますけれども、このお考えをどういった思いなのかお聞かせいただけますか。はい、やはりこれはもう事実が明らかですよね。ミャンマーの映像でも流れている通りでございまして、ミャンマーのやはり、民衆的なですね勢力といいますか、人民に対するですね、この暴力的な弾圧というのはですね、明らかであります。多数のもう本当に多数の死傷者が出ているということでありまして、という点からするとまずはやっぱり国連がですね、やはり国連安保理で、まず、非難決議をですね採択され、そしてやはり一定のですねやはりこの対策を打つと、まあそれはいろいろあると思うんです。制裁であるとかいろいろあると思いますが、そういうものをやはり決議されることがですねやはり最も望ましい方法であろうという思いで書かせていただきました。ちょっとその関連で人権問題でいうと先ほどウイグルの話もありましたが、ミャンマーはその映像があるということがありましたけれども、そのミャンマー問題とウイグル問題、その対応の差が出る理由というのはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。これはですねやはり国際社会全体としてですね、事実かどうか、そこは外国の報道だけに頼るわけにいきませんので、やはりしっかりとした事実認定がまず必要なんだろうということだと思います。繰り返しますけれども、やはりそれが事実であればですね、国連安保理としてですねきちっとやはりその対応をですねやっぱり決めるべき話ですよね。そのための国連ですからね、一国一国が勝手にですねやるということではやっぱり世界の平和と安定に寄与しませんので、やはりこういう時のために国連があるのではないかなというふうに思っているところでございます。そういう意味でやはり事実かどうかということは非常に重要なことだと思うんですね。共同通信の中西です。先ほどの質問のウイグル族への弾圧の国会決議の件でちょっと確認なんですけれども、会長おっしゃられていた積極的に検討していきたいというのは、これ国会決議に参加するかというところで、すみません、ここもう一回見解を伺いたいんですけど、国会決議への参加どういうふうに考えなんですか。結局まだ何もですねこの話が超党派といいますかね、出てきておりませんので、案文とかですねそういうものも出されているわけではありませんので、そういうことだと思うんです。それと多分おそらくですけれども、訪米、総理の訪米ということもあるでしょうから、やはり外交方針というのは総理に委ねられているわけでありますので、そういう意味でですねタイミングということもやはり大事なんじゃないかなと思いますね。はい、ご確認ございますでしょうか。よろしいですか。それでは以上で終了です。はい。